はい、皆さんどうもこんにちは。アンティークコインマニアの渡辺です。第36回 AW ですね、オークションワールドさんの結果の紹介する動画を撮っていこうかなと思います。参加された方結構多かったんじゃないでしょうか。引きこもごものオークション結果だったと思います。出品した方、入札した方、落札した方、落札できなかった方、たくさんいらっしゃると思いますが、楽しんでいただけたらなというふうに思います。では早速いきましょう。どうぞ。はい、まずはですね、ロット4679ですね、メソッコ10ダカットでございます。ゼッキーニでございますね。1676年 EF プラスということで、パラマウントコレクションのスラブに入っているこちらでございますが、1600万円スタートで1810万円で落札となりました。落札された方おめでとうございます。この10万円が生死を分けるんですよね。1800万円で入れたか、1810万円で入れたか、これですよ。パラマウントコレクションで、2021年15万6千ドルだったのに、かなり落ちたなという感じがしますが、円安のせいなのかなという感じもしてしまいますが、続きましてはですね、ロット1007番アンナンの5000金貨でございます。履歴探したけど全然ないよっていう話だったんですが、300万円スタートで860万円で落札となりました。総額約1000万円ですね。スーパーレアなコインでございます。12年前にですね、 2.5 というものが2万700ドルだったので、まあそれの 2.5 倍ではあるんですが、もうちょっと履歴がなさすぎるので、これが妥当なのか何なのかよくわからないというですね、レアなコインとなっております。落札された方おめでとうございます。続いてですね、ロット1036番 NGC プルーフ64ウルトラカメオセイロンのゴルピーですね。仏教2500周年のプルーフ銀貨1800万円限定ということで、動物たちがいて可愛いよねという紹介しました。まあ10万円程度で買えるんじゃないですかみたいなことを言っちゃったんですが、18万2000円ということでですね、まあでもね、可愛いんでね、将来楽しみなコインだと思いまーす。続いてロット1203番ドイツ領ニューギアのゴマルク銀貨1894年 A プルーフということで、プルーフのですね、66というですね、非常に素晴らしい状態となっております。この上にはですね、67と67スターがあるだけですよ、かなり伸びるんじゃないですかということだったんですが、結果ですね、860万円ということで伸びましたね。資料込みです。1000万円ですよ。このコインだったらいくでしょうねという感じでございます。続いてはですね、ロット1255番 NGCMS63 のモハール金貨でございます。なんと550万円ということで、オークションの花とすっかりなりましたと書いてあるが、まあ確かにその通りでございます。 MS63 はですね、7枚あるんですが、まあ、実はトップポップですということで、勢いが止まらないですね。入札ケースも82ということで、非常に人気のあるコインとなっております。続いてはですね、ロット3080PCGSPL62、アメリカのですね、パターントレードダラーの1873年のものでございます。こちらスタート価格80万円だったんですが、120万円で落札されております。こちらもね、数十万円で考えておりましたが、まあ伸びましたね。ちょっとね、円安っていうのもあったのかなと思いますので、今後も面白いコインだと思います。落札された方おめでとうございます。はい、続いてですね、ロット3135出ました。1907年の MS6620 ドル金貨でございますね。スタート価格300万円だったのが1350万円で落札となっております。落札された方おめでとうございます。現実的に手に入れることができるのはもうここまででしょうねという感じでございます。67から68がね、数枚しかないので、まあそんなものはですね、アメリカのオークション出たらもう数千万とかなっちゃうんじゃないのみたいな感じですが、ドルベースで見るとね、87,750ドル、同グレードが2024年の1月に14万4千ドルで落ちてるはずなんですよね。ということはかなり割安だったのではと思いますね。ドルの人があまり見てなかったのかなという感じがしますが、これは掘り出し物だったのではというふうに思いますが、落札できた方おめでとうございます。続いてはですね、4290NGCMS61 ウィリアム&メアリーのゴギニー金貨でございます。1693年 AU ということで、500万スタートで1250万円ということで、もうちょっと言ってもおかしくないなと思いました。伸びなかったですね、これに関してはという率直な感想でございます。続いてはですね、 PR63 カメラのジョージ4世5ポンド1826年の5ポンド金貨でございます。プルフ63カメラということで、非常に評価が高いものですね。履歴を見るとですね、2022年プルフ63ディープカメオが2200万、プルフ63ウルトラカメオが1850万ということで、今回は63カメオということで、ちょっとディープとかウルトラっていうのはついていないですが、1850万円ということで、なかなか高い価格だったのではないでしょうか。12万ドルという感じですね。1850万円と。
ております。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、4354プルフ62スターのビクトリアクラウン銀貨でございますね。ウナライアンのセットになっていたものです。もうデザイン美しい、トーンも完璧といったコインですが、250万スタートで560万円、入札件数77、非常に人気集めました。この価格はですね、僕の相場感もぴったりの価格だったので、特に驚きはないなという感じです。落札できた方おめでとうございます。はい、続いてはですね、ロット4403、こちらベールヘッドですね。ビクトリアの5ポンド金貨1893年、こちらはですね250万円スタートですが1276万5千円ということで、非常に伸びましたねという感じがいたします。63ディープカメオなのでね、1000万円軽くいくかなというふうにプレビューの動画で言ってましたが、軽くいきましたねという感じですかね。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット4446プルーフ66のエリザベス2世のクラウン銀貨でございます。ディッププルーフで30枚50枚、このコインはですね、そんなに古くないわけですね。1160年なのでモダンという扱いではありますが、67が500万円までいったよという中、66がなんと320万円、かなりハイグレードでなりましたね。入札ケース63件ということで、非常に白熱した競りだったと思います。落札できた方おめでとうございます。続いてはですね、ロット4572、こちらイタリアの MS62 のですね、クアドリガ銀貨でございます。ゴリラ銀貨ですね。80万円差です。134万円ということで落札されております。MS62 ということで、もっとね高いグレードがたくさんあるという中で、もうちょっと行ってもよかったのではという感じが個人的にはしますが、掘り出し物だったのではないでしょうか。落札された方おめでとうございます。その他にもですね、僕が個人的に気になったロットをちょっとご紹介できたらなと思います。まずね、4365ゴシッククラウンですね。プルフ62カメオということで640万円で落札されております。相場通りかなという感じですが、でもどっちにしようですね、ゴシッククラウン高いなというのは引き続き続いております。このね、61ですね、アンデシモもですね280万円で落札されておりましたので、ゴシッククラウン人気は続いているなという感じでしょうか。続いてですね、こちらプルーフ70のヤングエリザベスと言われるやつですね。1982年のものですね。セブン2500万特年の70グレードということで、スタート50万円だったのが320万円になっちゃいました。これはなんか思ったより高いなという印象でございます。こんなにまだまだ人気があるんだという感じですね。ヤングエリザベス、皆さんお好きなんだなというのが、改めてわかる結果だったかなというふうに思います。落札された方おめでとうございます。はい、というわけで店主渡辺パート以上でございます。続きましてお待たせしました、レイコマニアックパートです。レイコファンの皆様お楽しみください。どうぞ。これのレイコセレクションイエーイ。というわけでね、国内オークションまだまだ始まったばかりなので、一緒に走っていきましょう。ロットナンバー136、日本新1円銀貨明治11年 NGCMS64 ということでね、縁起をね、そういう分類があるんですけれども、これはね、深掘りと呼ばれるタイプです。やっぱりね、手に入れるならこれぐらいがいいんじゃないでしょうかということで、落札結果はこちら、入札ケース7件150万円。やっぱりね、100万超えのね、縁起になってからこう、独り占めできるかなと思ってね、じゃあ私はどうなんだというわけで内緒でございますが、落札された方おめでとうございます。ロットナンバー277、日本東洋古生集ということでね、これね、懐かしい一品一冊でございます。こういうね、穴線とかをポスポッとはめていくコレクションブックのようなものですがね、まだこの世にあったなんてということでね、実はこちらのロットね、プレビューでご紹介した後にね、ちょっとお問い合わせのお電話をいただきましてね、実は私一社目が本当に小さな新橋の古銭屋さんだったんですけれども、その時代から私のことを知ってくださってるという方がね、元気なんて言ってね、もう十何年ぶりにお電話でお話してきたんですけどね、見てますか、こんにちは、アレコですよ、というわけでね、私は元気に穴線とかやってますっていうことでね、いろいろ出会いもありますね。そんな気になる落札結果はこちら、入札件数5件190万円ということで、すごい穴線こんなに人気があったなんてということでね、日本製のね、和道開珍から中国の古銭クーポンまでバランスよく収蔵されているので、落札された方ラッキーだと思います。ぜひ見せてください。ロットナンバー1301、インドマドラスホールの1802年の48分の1ルーピーということでね、これね、表と裏が刻印違いのミュールっていうやつですね。ちなみに第23回のフロアオークションでは43万プラス手数料で落札されたということですが、今回の落札結果こちらは、入札件数33件180万円。入札件数33件ってこれもうすごい人気じゃないですか。
よかった、紹介しといて。というわけで落札された方おめでとうございます。次はね、いつ出てくるんでしょうか。そしてオークションワールドさん、第36回最後のご紹介です。ロットナンバー3116、アメリカ1ドル金貨、1887年、 PR66 プラス、カメオスラブ消化系、フィラデルフィアミントということでね、こちら半端なく状態のいい1ドル金貨です。1ドルっていうとね、銀貨のイメージがあるかもしれませんが、結構ね、古い時代はこういう金貨で押されていました。スラブで見るとね、余計に小ささが分かりますね。もうね、1円玉ぐらいかな、それぐらいかな。ということで、プルーフはなかなか見ないですよ。製造枚数1043枚という、かなり少ないものになっています。そして落札結果はこちら、入札件数14件150万円。素晴らしい。スラブがね、欠けてたってね、関係ないんですよ、ということでした。落札された方おめでとうございます。皆さんいかがでしたか。日本のアクションはね、トントントンと夏ぐらいまで息切れしないように一緒に走っていきましょう。というわけで、レッコセレクションでした。バイバーイ。はい、というわけで AW のレビュー動画いかがでしたでしょうか。オークション直後ですので、いろんな感情あるかと思います。まあ、引き続きですね、皆さんオークションを楽しんでいただけたらなというふうに思います。よかったらですね、またこちらの動画の高評価とですね、チャンネル登録をしていただけると大変励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで、本日もありがとうございました。バイバーイ。